サムライチャンネル。皆さんこんにちは、サムライチャンネルです。今日はジェットシューターの検証編ということで、前回ね装着したジェットシューターの、効果の方ですね、こちらの方をね検証していきたいと思います。待っていた雪がねようやく降りましたんで、30センチの積雪は検証にちょうどいい量かなというふうに思っています。この日の雪質は新雪なんでね、サラサラしてるんですけど、地面にね、近い方はちょっと湿っていて、ちょっと湿気の多い雪です。肝心な自作ジェットシューターの効果はというとですね、非常に機能してる感じですね。音を聞いているとね、前よりも静かになったような、そんな感じがします。この映像を見ますと、十分仕事をしていてくれるなという感じがします。それでは今度は飛距離の方を見ていきたいと思います。これ屋根から落ちたところの雪なんですけども、ご覧のようにすごい飛距離で飛んでるんですよね。この飛んでる雪のね、なんか後半の一伸びっていうんですかね、この後半の一伸びが非常に伸びているなというふうに感じました。これならね、最大回転数じゃなくて8割ぐらいのアクセルでいいんじゃないかなというふうに感じました。ただ気になったのはですね、この後ね、除雪終わった後に見て、ジェットシューターがどのような状態になってるのかですよね。これを見る限りね、全く変わりがないですね。これを見る限り、強度的にも構造的にも、問題ないかなというふうに思っています。まあ、横のね、ネジのところも、右側3箇所、左側3箇所で止めてあるんですけれども、まあ、このぐらいなね、止め方でも、十分かなというふうに感じました。この奥のところもね、特に引っかかってもないですし、この内側のところもですね、割れだとかひび等もなくてツルツルしてるままですんで、構造的にも問題ないかなというふうに思ってます。それで透接距離のですね、検証方法なんですけれども、まあ、うちの除雪のしてない部分があって、ここね雪が残っているので、ここにですね、まっすぐ入って除雪をして、でそれがどこまで飛ぶのかをですね、検証できたらいいかなというふうに思ってます。それでいずれにしろですね、説明書を見ましたら、私の使っている、この HSM1180i はですね、下を見ますと、この最大19メートル、雪質および雪質走行により異なりますと、最大で19メートルというふうに説明書に記載されているので、この19メートルをですね、越せるかどうかというのが一つのポイントになるかなと思っています。で、説明書を見ていて気になったんですけれども、これよりね、排気量のね、小さいタイプ、HSM980i というのがあって、パワーでいうとですね、8.2PS。で、私の使ってるのはね、9.7PS なんですよね。それですんで、まあ、回転数はね、同じ3600回転なんですけれども、パワーが違っていても、この最大透接距離、これはね、どちらも19メートルなんですよね。それでまた1枚返して、逆にね、パワーのある、この HSM1390i、これね 11PS なんですけど、これもですね、透接距離が最大19メートルと、まあ、馬力によってね、透接距離って伸びるのかなと思ってたんですけれども、このホンダの説明書を見ると、どの機種もですね、最大19メートルというふうに、記載されてます。ということは馬力はあまり関係ないのかなというのがね、このホンダさんのこの説明書からわかるんですけれども、ちょっとこの辺をね、超えられるかどうか、どんな風になるのかちょっと試してみたいと思います。それではまずジェットシューターを外していきます。制作中にね、外した時とは違っていい感じに癖がついていて、非常にね、外しやすいいい形に仕上がっていました。シューター内はね、装着前にペンキを塗っておいたので、イコールコンディションとなっていてね、今回の検証にはいいかなというふうに思っています。まずはね、ジェットシューターなしで、除雪を行って、雪のね、透接距離の方を検証していきたいと思います。
います。水分の多いね、ザクザクとした感じの雪なんですけれども、ジェットシューターがなくてもね、さすがホンダパワーでね、ぐいぐいと、除雪をして雪を飛ばしていきます。続いてジェットシューターありで除雪を行っていきます。まあ、装着シーンはね、以前の動画でも載せてありますので、そちらの方をご覧ください。除雪している乾燥はね、なんか飛んでるような感じもするんですけれども、プラシーボ効果というのもありますから、その辺をね、公正に検証していきたいなというふうに思っています。2画面でね、同時に表示してますけれども、左下がジェットシューターありで、右上に表示しているのがジェットシューターなしの除雪風景です。この映像を見て皆さんどうですかね。雪相手ですんでね、なかなかイコールコンディションでの検証っていうのは、難しいものがあるんですけれども、まあ、できる範囲でね、なるべくイコールコンディションになるように調整をして今検証をしているところです。それではどこまで飛んでいるのか見に行ってみたいと思います。それでは愛用の感知器を履いて、見に行きます。この感知器ね、装着も簡単で、足首がね曲がって歩きやすくて、それでね、歩く時の雪離れが非常にいいんですよね。そんなことで非常にね気に入って愛用しています。一度下見をした時のね足跡が残っていて、ちょっと分かりづらい部分もあるんですけれども、こちらがジェットシューターの凍結した部分ですね。でこちら側がノーマルタイプ。ちょっと映像的にはね見づらくなってるんですけれども、ジェットシューターの方が、遠くまでねたくさんの雪が飛んでるなというふうに思います。こちらがジェットシューターですね。でこちらがノーマル。で飛距離の比較なんですけれども、21メートルでした。Google マップのね、GPS 機能を使って測定をしてみたんですけれども、21メートルと。ということで、まあね、誤差もあるとは思うんですけれども、結構飛んだなというのが実感です。で、ノーマルとね、ジェットシューター比較すると、一番飛んだと部分ではですね、一つ二つ小さい粒がね、飛んでる部分があるんですけれども、そちらの部分ではね、あまり大きい差が見られませんでした。ただ、中心部分ですね、どこまでたくさんの雪がどこまで飛んでるかという部分では、ジェットシューターの方が1メートルから2メートル飛んでいたなというのが、今回の検証で分かりました。ノーマルタイプもね、ペンキ塗りたてて非常にツルツルしている状態でしたんで、そちらの方も効果があったのかなというふうに思っています。今回の検証からジェットシューター効果ありっていうのが分かりました。今回の動画が皆さんのお役に立てれば嬉しいです。皆さんのコメントやグッドボタン、そしてチャンネル登録が私の動画作成の励みになりますので、ぜひ応援よろしくお願いします。